こんにちは、日向陽一です。それではまた、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回はですね、48番目、妻の不平不満から改善のためのインプットを導き出すということでお話をしたいと思います。前回のお話の中にも出てきたんですけど、奥さんが喧嘩の中で、あなたいつもこうじゃないとか、あなた全然これしてくれないじゃないみたいなコメントが出てくると思うんですね。で、それに対して、よくやってしまう反応っていうのは、いやそんなことないよと、これの時こうしたじゃないかみたいな感じで、それを否定しようとするっていうことが、さらに火に油を注ぐみたいな感じで、なんていうんでしょうね、夫婦喧嘩がエスカレートするそのパターンだと思うんですけど、実はですね、その不平不満っていうのは、信頼関係を回復するため の非常に大きな足がかりになるっていうことなんですね。つまり、こういうふうにしましょうか。あなたは、仕事のことばっかりやってて、全然子育てに助けてくれないじゃないとか、もしくは家事に助けてくれないじゃないとか、あなたは私の話なんかもう全然聞いてくれないじゃないとかっていうことがあるとするじゃないですか。ということは、それを裏返すと、そうしてほしいっていうリクエストなんですよね。で、ただそういうふうに言えないっていうか、関係が悪くなると、これこうしてっていうふうに直接頼めないわけですよね。で、どうせやってくんないだろうとか、いろいろそういうネガティブな気持ちがもうどんどん堆積して積み上がってますので、関係を改善したいと思ったら、なんて言うんでしょうね、どういうふうにしてほしかったのとかって聞かれても、奥さんはもう素直に言えない状態になっているケースが多いわけです。で、そうすると、どういうことをしてあげたら彼女は喜ぶのかとか、どういうことが必要なのかっていうのが、こう容易に聞き出せないわけですね。で、その時に今言ったように、その不平不満からそれを裏返すと、どういうふうにしてほしかったのかっていうのが分かってくるわけです。だから、すごく重要なんですね。この夫婦関係の修復のためには、相手が出してくれるシグナルに対して、それに対して使えていくというか、それに対してきちっと対応していくっていうんですね。ビジネスの世界でも考えたら分かりますよね。お客さんのクレームに対してしっかりと対応すれば、そのお客さんは生涯そのビジネスというか、その我々と取引してくれるわけですよね。で、そのクレームに対していい加減な対応をすると、そのお客は離れていくっていうことがあるわけですね。ですので、奥さんの不平不満っていうのは、改善のためのインプットなんですよ。で、ビジネスの場合は、このお客さんとか、こういうお客さんとあまり付き合いたくないんで、このお客さんのクレームに対してほっとくとかっていう選択肢があると思うんですけど、夫婦関係の場合も生涯のパートナーですので、その生涯のパートナーが何を必要としているのかっていうのをきちっと満たしていく必要があるんですね。ということで、奥さんの不平不満を否定するんじゃなくて、奥さんの不平不満をその彼女の必要を満たすためのインプットとして捉えていただきたいんです。で、そうなると、夫婦喧嘩とか、夫婦の関係がね、トゲトゲしくなっている時でも、冷静になることができるんですね。インプットをもらいに行ってるわけだから、別に責められてるっていうふうには、そういうふうに感じると思いますけどね、多少は自分のことなんで。ただそれを別の捉え方で捉えて立て直していく必要があるということなんですね。ということで、妻の不平不満を改善のためのインプットとして捉えるということを、ぜひやってみていただきたいなと思います。経営者のための離婚の危機脱出100の知恵、このファイルはウェブサイトからダウンロードできますので、ぜひまだ手に入れてらっしゃらない方は、こちらをダウンロードしてみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。